大島義政大将15年4月10日は、日本の陸軍軍人、家族、関東都督、軍事参議官、第三師団長等を歴任する。かには、陸軍大将制に、訓位投降に級死爵。第90.96から98代内閣総理大臣の安倍晋三は現存にあたる。大島義政現在の山口県に、長州藩市、 大島慶三郎の長男として生まれる。母親戦争に従軍。明治3年4月に大阪青年学者生徒となり、明治4年8月、陸軍将位心得に任官され、不評第4連帯付けを命ぜられる。同年中に、注意心得、大尉と進み、明治6年5月、不評第1連帯大隊長を経て、明治10年の西南戦争では、陸軍少佐、 不評第8連隊第一大隊長として出征する。戦後、中部間軍部参謀、仙台鎮大不評第5連隊長、同鎮大参謀長心得等の後、明治19年4月、陸軍大佐に進級する。明治20年6月、東京鎮大参謀長に就任し、明治21年5月に、東京鎮大が第一師団に改編されるとそのまま、 第一師団参謀長に就任する。明治24年6月には陸軍少将に進み不評を大給料団長に任命される。明治27年6月、東学党の乱が発端となる朝鮮出兵に派遣され続く日清戦争では第一軍令下に移り参戦する。この時の功により、明治28年8月、男爵を授けられ、家族に劣せられる。 津島警備隊司令官の後、明治31年2月、陸軍中将に進み、第三師団長に、親保される。第三師団長の時に治療戦争が起こり出征する。戦後、陸軍大将に進み新設の関東総督に、就任する。明治40年9月には死者区に昇者し、明治44年9月から、軍事参議官を兼ねた。明治45年4月に、 関東都督を福島康政と変わり、改めて軍事参議官を補えされる。同六月区一等局日投下大受賞受賞。大正四年八月十五日、交尾役に編入され、大正九年四月、退役する。殺伐の上原優作とは、日清戦争で海戦時から視線をくぐり抜けた中であり、その後も良好な関係であった。上原と大島は、 赤湾会という大島旅団を中心とする第一軍 OB 会を主催していた。会員は1925年において長岡外市など10名ほどであったという。日清戦争当時西館に与えられた環球の食事用の赤湾を持ち寄り、それで食事をしながら当時の思い出話をしたという。ありがとうございます。